はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は本日からピックアップが来る始皇帝のガチャについて聞いた方がいいのかというお話していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、今回の始皇帝のピックアップに関してなんですが、始皇帝のピックアップと同時にグビジンとセキトバプラス星4の概念霊装ですね、2部3章クリア前提の概念霊装がピックアップされているガチャが1週間来るという形になっております。で、それを踏まえた上で結論お話ししていきます。今回のピックアップ引いといた方がいいのかというお話なんですが、まあ引かなくていいです。引かなくていいんですが、ストゲンとか希少性が高いガチャとなっているんで、まあ狙いに行きたいならばまあまあありかなという感じです。はい。で、今回ね、始皇帝が期間限定で、かつグビジンとセキトバはストーリー限定のキャラクター、かつロストベルトナンバー3クリア前提の概念霊装ですね、これも入手することができるってことを考えるとガチャ自体は悪くないです。はい。ただそれに性能が見合ってないっていうだけなので、まあ希少性が高いガチャとか引きたいなと思う方は狙いに行くというのでいいんじゃないかなと思います。では早速各サーバント解説していきましょう。まず始皇帝ですね。始皇帝に関してなんですが、この子は第一スキル敵全体のチャージを減らし防御力を3ターンダウン、第二スキル敵全体に確率でスタン状態を付与し自身の攻撃力を3ターンアップ、第三スキル自身の NP を 50% 増やし弱体を解除 HP を回復というスキル構成になっております。で、この子に関してなんですが、スキル構成悪くはないんですよ。はい。第1スキルでデバフ、第2スキルでデバフしながら攻撃力アップ、第3スキルで自身の NP50% 増やしながら HP 回復ということで耐久もできるという、まあルーラーならではのスキル構成になってるかなという感じです。まあ完全的バフするっていうよりも相手に嫌がらせをしつつこっちはアドを取っていこうみたいなキャラクターですね。で、この子スキル自体ある程度強いんですが、宝具がメインとなってるんで宝具見ていきましょう。宝具に関しては自身に無敵状態1ターン付与しターゲット集中状態を1ターン付与、攻撃力を3ターンアップ、オーバーチャージで効果量アップ、フリー力を3ターンアップ、スター集中度はアップ3ターンとなっております。で、この子無敵付与しながらターゲット集中付与してくれるので、無敵貫通とか強化解除がない限りこの子宝具打ったタイミングで1ターンは確定で耐久することができます。で、これ自身めっちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いんですが現環境ね悲しくなります。はい。なぜかっていうとブチギレ強化解除、それ以外だとブチギレ無敵貫通をギミックのように当たり前に打ってくるということで、始皇帝自体弱くはないんですが、ギミックがもう高難易度のギミック等ですねが最強になりすぎているがゆえに使わなくなるっていう、ちょっと悲しいサーバントになってるかなと個人的に思います。はい。で、この子自身ね、一応クリー力アップとかスター集中アップ持っているんで、フリー運用ができたらさらに使い勝手は良くなるんですが、現環境スター獲得等のスキルは持っていないので、正直ちょっと強化待ちのキャラクターかなというのが個人的な印象です。まあやっぱり防御力ダウンとかデバフ等だけだった場合使える場面っていうのがほぼほぼないので、そのことを考えるとうーんっていう感じかなと思います。はい。というのでね、始皇帝さん悪くはないんですが、環境が更新されていったがゆえに敵が強くなりすぎて使わなくなったキャラクターという感じです。なんかそう考えるとちょっと悲しいね。はい。で、次グビジン見ていきましょう。グビジンに関してなんですが、ストゲンの星4全体アサシンとなっております。第1スキル自身に毎ターン NP10% 獲得を5ターン付与、弱体無効状態を1ターン付与、第2スキル自身に毎ターン HP 回復状態5ターン付与し強化解除耐性を3ターンアップ、攻撃力を3ターンアップ、第3スキル敵単体のチャージを中確率で減らす、自身の NP を増やすというスキル構成です。あ、で、自身の NP を増やすに関しては微妙なんですが 27% という感じです。で、この子自体ね
スキル構成は弱くはないんですよ。はい、弱くはないんですが、この強化解除耐性アップをうまいこと活かしていかないと防具が弱くなるということで、ちょっと使うのが難しいキャラクターサーバントって思ってもらえればいいかなという感じです。まあ NP チャージ毎ターン 10%×5 ターンということで、ここ悪くない。 NP27% チャージも持ってる。で第2スキルで攻撃力アップ等も持っているので、全体アサシンで言うと割とまとまったスキル構成です。で問題の防具ですね、自身の弱体状態を解除、強化状態を解除、デメリットバスター性能1ターンアップ、オーバーチャージで効果量アップ、敵全体に強力な防御力無視の攻撃、呪い状態を5ターン付与という防具です。はい、でこれね、バスター性能アップ1ターンが重いんですよ。はい、ん違うわ、強化解除のデメリットが重いです。例えばで言うと、この第2スキル発動していない状態で光小屋のバフとか全部打ちましたってなった際に、この子防具を打つ前に強化状態を解除してしまうので、実質打ったバフが全てなくなります。で高難易度とか周回等で使うならば、周回等で使うならばぶっちゃけ大丈夫ってなるんですが、高難易度で運用しようって思った際に、シンプルにこの強化状態解除してしまったことによって、あれバフ足りんやん、詰んだみたいな事故がね生まれたりとかするので、そういった意味ではグビジンパイセン、まあ一応強化されて使い勝手は良くはなっているんですが、ちょっと使うタイミングが難しいキャラクターって思ってもらえればいいかなと個人的に思います。あとは全体アサシンということで宝具の火力が出にくいっていうのはちょっともったいない点になるかなという感じです。まあ、やっぱりね、全体アサシンって宝具を重ねる前提っていうお話になるので、宝具レベル、宝具強化されていない宝具1で運用ってなった際に使えねえっていうことにもなるんで、そのことを考えると個人的にはやっぱちょっと難しいっていう感じかなと思います。はい、ということでね、2期のサーバント解説してきたんですが、こんな感じです。で一応セキトバがねいるんですが、星さんサーバントということで今回は省きます。はい、まあただ軽く簡単に解説しておくと、セキトバに関しては回数式のバフがいっぱいあります。正直弱くはないんですが強くもないです。で防具自体も防御無視、スキル封印確率で付与ということで、そこまで強いわけではありませんということで、全体ライダー星さんでいるんですが、そこそこまあ普通ぐらいの性能って思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。でまとめなんですが、始皇帝に関して強化されるならば使える場面が結構高難易度で出てくる可能性があるんで強化待ち、グビジンパイセン全体アサシンで悪くはないんですが宝具を重ねる前提なんであまりおすすめできない、適当場、まあ、勝手に引けるやろうみたいな感じで、期間限定ストゲンストゲンの希少性自体は高いガチャとはなってるんですが、宝具を重ねるの前提のお話になるので、まあやっぱり今回のガチャに関してはスルーするっていうのが安牌かなと個人的に思います。以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.